こんにちは。今回はいつも使っているコクヨの麻ひも、こちらとこれはね、セリアで購入しているグラデーションブークレ、こちらを引き揃えてバッグを編んでいこうと思います。こちらが、セリアで購入しているグラデーションブークレ、カラーナンバー3番、アクリル 78%、 ポリエステル 22% で、かぎ針が7号から8号ですね。で、20g 42m 入っています。こういうのを使っていきます。こちら初めて見た色で、すごく色も綺麗に出ていくかなと思って、ちょっと楽しみながら編んでいこうと思います。前回はポストカードと麻紐を引き揃えて、それもめちゃくちゃ可愛かったですね。前色やりたいんですけど、今回はこちら引き揃えて編んでいきます。中から取って、鮮やかなブルーですね。こんな感じの糸で、で、2本取りで編んでいくので、10号で編んでいこうと思います。ちょっとハゲたもので編んでいきます。結構削れると思うんですよね、麻ひも。これで引き揃えて編んでいきます。これで2本を1本のようにして、いつものように円底で進めていきます。こうやって輪を作って、で、輪の中に針を入れて糸をかけてきて、立ち上がりを1つ。で、輪の中にいつものように6個細編みをしていきます。1つ目細編みしたら、ここにマーカーつけて進めていきます。細編みの頭にマーカーつけて、ちょっと目が見にくいかもしれないですけど、2つ目、3つ目、こんな感じで6個細編みをしたら、いつもと同じようにこの中心部分を糸を引っ張って引き締めます。グッと締めて、いつもと同じように往復編みで円を増やしていこうと思います。前回は同じ方向でいったのかな。糸は大きく出して、で、最初の細編みの頭にこうかけて、表を見る場合は、この裏から針を細編みの頭を取って、で、輪をかけて、で、一回ここで引き締めて、で、引き抜いて編んでいきます。で、立ち上がりを一つするときに、この糸を巻き込んで編んでいきます。一番最後の細編みの頭、裏から針を刺して、で、裏に編み地と糸端を巻き込みながら、2段目の増やし方、同じところに細編みを2つずつ編んでいきます。これで1つ目ということでマーカーつけて、で、糸を巻き込みながら同じところに細編みを2つずつ編んでいきます。最後の目まで同じところに2つずつ編んできました。で、糸が出てる方は見て引くの場合は、こんな感じで最後の目も同じように2つずつ編んできました。で、こんな感じで最後の目も同じところに2つ編んできました。で、この糸が出てる方を見て引き抜く場合は、最初の細編みの玉に手前から向こうに針を入れて、糸をかけてきて引き抜き、これで仕上げていきます。で、表を見て引き抜く場合は、さっきみたいな感じで輪を大きく出して引き抜きます。で、これで立ち上がり1つして、引き抜きではない一番最後の細編みの頭、ここからまた3段目の増やし方で増やしていきます。まあ、いつもとね、前回よりこの糸が太いので、ちょっとゆったりめに編んでいくといいかなと思います。ちょっとね、編みにくくなってるかなと思うんですよ。ちょっと分厚く、太くなっているので、なので、ゆったり編みながら進めていきます。これが1つ目ということで、で、段々まで増やしましたっていう感じをお伝えして進めていきます。こんな感じ、増し目。で、1つ増し目っていう感じで進めていきます。はい。こんな感じで底を広げてきました。で、今回は10段編んできてます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10段。で、一番最後はちなみに1、2、3、4、1つずつ細編み入れて増し目で、8、1つずつ細編み入れて増し目、8、1つずつ細編み入れて増し目の段で終わってます。めっちゃ綺麗に色が入ってよかったですね。これで直径測って進めていきます。だいたい19センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。で、いつもと同じようにここから立ち上がりを1つして、増し目なしで側面編んでいこうと思います。引き抜き、一番最後の細編みの頭、ここに針を入れて細編み1つ進めていきます。それで、まあ、昔はね、こう広げていったりとかもしてたんですけど、側面
まあこう、まあ、趣味なしで側面編んでいくと柄とかも入れやすいし、すごくいいなと思うので、ずっとこういう風にね、まあ、趣味なしで編んでいってます。これで1段目っていう感じで、1つに対して1つずつ細編み編んでいきます。これで1段目っていうことで、また横にマーカーをつけて進めていきます。でいつものように何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで細編みで往復編みで側面編んでいこうかなと思ってたんですけど、まあここからねちょっと柄っていうか、まあ、ちょっとした簡単に編める編み方で進めていこうと思います。1段細編みをしたところで、また表を見て引き抜くので輪を大きく出して、で最初の細編みの頭ベラから針を刺して輪をかけて引き抜き、で立ち上がりを1、2して、でこの1つは、この鎖編み2つは1目として見ていくので、マーカーつけて進めていきます。でここに今目が入ったので、次のところちょっと見にくいんですけど、細編みの頭糸をかけて、この手前半目をこうやってすくって糸をかけて、で3本一度に引き抜いて中長編み編んでいこうと思います。中長編み糸をかけて、次の細編みの頭向こう半目拾って糸をかけて、3本一度に引き抜き、糸をかけて細編みの頭手前半目っていう感じで交互に半目ずつ拾っていきます。糸をかけて手前半目拾って3本一度に引き抜き、で糸をかけて向こう半目次の目で拾って3本一度に引き抜き、こんな感じで交互にぐるっと一周同じように中長編み編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように手前半目向こう半目っていう感じで交互に編んできました。で手前半目に、中長編み入れて終わってます。で向こう半目がこの最初の立ち上がりにいいですね、ここになります。でこれでつなげます。最初の立ち上がりのところを手前から向こうに針を入れて引き抜こうと思います。それで引き抜き、でこれで1段目柄編み完成で、でまた立ち上がりを2して、でこの根元のところまたこの鎖編み2つで進めていくので、まあ、1目として見ていきますね。で前段と逆のことをしていきます。前段は手前半目取って中長編みで進めていったので、糸をかけて向こう半目取るんだなっていうことで、また交互に入れていきます。まあ、最初こう間違えなければ、あとはもうずっと交互に入れていくだけなので、糸をかけて手前、前段は向こう半目拾っているので、手前半目拾って中長編み、糸をかけて向こう半目で、糸をかけて中長編み、糸をかけて手前半目っていう感じで、ずっと同じように編んでいきます。でまたこの立ち上がり2のところにつなげて、でまた立ち上がりにして、それは1目として見ていってっていう感じで、この繰り返し好みのところまで編んでいこうと思います。で何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで深さ編んできました。で何段編んだかというと、ここ細編み1段して、その上から中長編みで編んだところから数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 段編んできています。で最後、まあ、麻紐だけで編んでいこうと思います。まあ、このままね、引き揃えて編んでいても可愛いと思うんですけど、でここで立ち上がり1つする前に、ここでこちらの糸を10センチぐらい糸を残してカットして切り離しておきます。でこのまま10号のまま編んでいきますね。立ち上がりを1つして、根元から細編み1つずつ編んでいこうと思います。細編み1つで、1つ目ってことでマーカーつけて、この前段の中長編みの頭ここを拾って、でこの糸は巻き込めるなと思うので、巻き込んで編んでいきますね。同じ方向で編んでいきます。中長編みの頭1つ拾って、糸は巻き込みながら編んでいきます。中表で編んでますね。でこれで1つに対して1つずつ細編みを一周編んでいきます。この糸がある限り巻き込んで編んでいきますね。でぐるっと一周同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一周細編みを1つずつ編んできました。で表を見て引き抜くので、輪を大きく出して、まあ、ここはちょっと目立つかなと思うので、ちょっとすっきり見える方法で、まあ、輪を大きく出して、後ろからこう最初の細編みの頭針を入れて引き抜きして、で立ち上がり1つしたところです。で根元から今回同じ方向で何段か編んでいこうと思います。
これで根元の細編みの頭、ここに針を入れて細編み1つで1つしたらまたマーカーをつけて、で同じようにまた輪を大きく出して引き抜いてつなげて、まあ、何段間でいこうと思います。それで何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで今回は同じ方向で細編み2段して進めていこうと思います。で今までと同じように表出来上がりを見て輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から針を刺して輪をかけて、でここで立ち上がり1つしたところ でまた表に返して進めていきますね。でこの根元から細編みを1つずつまた編んでいくんですけど、ここでいつものように持ち手をつけていこうと思います。まあ、こういう方向へ進んでいくということで1つ目細編みをしときます。でいつもと同じようにこの全体、今回は60目あるんで、あの割り出し方はいつもと同じなんですけど、60を半分に割ったら30目、で30目をまたさらに3分割したら10、10、10で割り切れるんで、今回はそれで進めていこうと思います。でここすでにマーカーつけてるんですけど、まあ、このね始まったところを端にしていくと、まあ、ここを絶対って思ってあの進めていくと持ち手が曲がることがあるんですね。まあ、一応ねこうやってあのここの最初のところを持ってこうやって折ってみると、そこはちょっと曲がってるように私には見えて、でこれをねこうなんていうかね移動させると、まあ、真っ直ぐ来るなーって思うんですよ。でこうやって私の場合は移動させて進めていきますね。でマーカーをあらかじめつけておいたんで、ここが端っていうことで進めていくんですけど、なのでこういう方向で進めていくんですけど、最初に2つ細編みしたことになっていて、3個目っていう感じで1つずつ数を数えていきます。3で細編みの頭に針を入れて4で今回は10なので10、4、5、6っていう感じで数えて10細編み編んでいきます。はい、こんな感じでここの2つも数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目編んできました。細編み編んできたらいつもと同じようにここから鎖編み1、2、3っていう感じで数えて持ち手の長さを決めていきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを40目で決めていこうと思います。で入ってないところから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10開けるので11個目。ここに細編みの頭を拾って細編みでつなぎます。で、これが1つ目ということで、1、2、3って数えて10細編み編んできて、だいたいこの辺に来たらいいなっていうところで見ていきます。細編みを10個編んでいきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして持ち手がつけてこれました。で、これで、まあ、このマーカーの手前のところで10目あったので合ってるなっていう感じ、一番最後に、この最初、本当は2つ編んでいくところなんですけど、最初編めてないところ最後2つ編んでつなげていきます。細編みを1つに対して1つ、これでだから2つ分ねじれてるってことですよね。でこれでまた輪を大きく出して、で最初の細編みの頭裏から針を刺して、で輪をかけて引き抜き、立ち上がりを1つしてまた表に返して進めていきます。で根元から細編みを1つっていう感じでまたマーカーつけて進めていきます。マーカーつけてまた同じように細編み1つに対して1つずつ編んで、また持ち手のキワで同じように、お伝えしていきます。はい、こんな感じで持ち手のキワまで編んできたら、いつものように一番最後の1つ手前の細編みの頭を細編みの途中で編んで、でこの状態で一番最後飛ばして、この流れで鎖編みの裏山をまた手前に避けて、いつも同じなんですけどね、これが一番いいかなと思うので、強く編めるし、で向こう下に2本かかっているところ、ここで引き出してきて3本一度に引き抜きます。まあ、いろいろね、持ち手も編んできたんですけど、まあ、結局ね、これに戻るかなって感じですね。すごくいいので。で、鎖編みを裏山、余計て向こう下に2本かかっているところ。まあ、説明としてはね、いつも同じなんですけど、同じことをね、ずっとしたいぐらい、めちゃくちゃいいですね、この編み方。おすすめしています。こんな感じでこの箇所があと3点くるので、3点同じようにしてぐるっと1周細編み1つに対して1つずつ細編みをして最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで1周同じように細編み編んできました。そしたら一番最後の細編みしたところなんですけど、最初の細編みの頭マーカーが入っているところに表出来上がりを見て、手前から向こうに針を入れて1周引き抜き編みをしていきます。でこれが1つ目っていうことでマーカーをつけて、
で針を次の目に入れて引き抜き、一つに対して一つずつ引き抜き編みを一周していきます。最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。そしたら一番最後はせずにここで10センチぐらい糸を残してカット。でこれはね、紙を切るハサミでカットしてます。でこれでスッと抜いて、で針に糸を通して最初の目下から上に取って、でこの一目飛ばした分目を作るようにして糸始末をしていきます。こう引き抜いたらこの出てきたところに戻って、で戻ったら裏側に糸を持っていけるので、まあ、ここでね周りと同じぐらいの目を残して、で裏に返し返し糸始末をしていきます。で糸端をこの中側に持っていきます。こんな感じで何回かしたので糸をギリギリでカットします。で普通はこちらで完成なんですけど、私の場合はこの中がくにゃってなっているのが気になるので中も引き抜き編みをしていきます。で表出来上がりを見て、真ん中からこのちょっと外れたところからぐるっと一周引き抜き編みしてたんですけど、まあ、ここからしようかな、まあ、真ん中から、まあ、昔のように編んでいこうと思います。細編みの頭を取って、でまた糸を10センチぐらい残して、まあ、どこから始めてもいいのでこうやって中を引き抜くことですっきり見えるので、次の目に針を入れて1回だけ糸を巻き込んで糸をかけて引き抜き、でこれが1つ目ということでマーカーつけて進めていきます。まあ、場合によっては細編み編んでいくこともあるんですけど、まあ、今回は引き抜き編みをしていくことでもうちょっとね分厚く見えていくし、まあ、この全体のバランスを見て、まあ、引き抜き編みを一周していこうかなと思ってます。で次は巻き込まずに置いて糸をかけて引き抜き、で一つに対して一つずつ引き抜き編みをしていきます。針を入れて引き抜き、針を入れて引き抜きしたら、ここはこの目が入っているところも取ろうと思います。針を入れて引き抜き、そしたらここの、まあ、このポコポコってしてるところを今回取っていくんですけど、このすぐのところここに針を入れて、まあ、ここはちょっと、ね、引き締め気味にして引き抜きをしようと思います。であとはこういうところを全部取っていきます。この裏山が残っていると思うのでここに針を入れて糸をかけて引き抜き、ぐるっと一周、またこの辺でお伝えしていきます。はい、こんな感じで反対側のところまで同じように編んできて、でここもポコッとしているところがあるので取ろうと思うので針を入れて引き抜き、そしたらここは細編みの足なんですけど、ここは飛ばす形で細編みのこの入っているところここを取っていきます。でこれもちょっとね引き締め気味で引き抜きをして、あとはふわっとした形で細編みの頭に一つずつ針を入れて引き抜き、引き抜きをして、でここはマーカーが入っているところ、最初の目のまあこの一つ手前のところがこの目なので、ここから始まったのでその一つ手前がこの糸をつないできたところですね。この手前、ここまで針を入れて引き抜きをしたらここで糸をカットします。10センチぐらい糸を残してカット、でスッと抜いて、でさっきと同じように目を作るようにして糸始末をしていきます。針に糸を通して最初の目下から上に取って、でここでこの出てきたところに戻ります。で周りと同じぐらいの実を残して、ここから始めても綺麗に仕上がりますよね。これでこの裏に返し返して糸始末をしていきます。であと何回かしていくんですけど、こちら側の糸は右側に、で置いていった糸は左側にっていう感じで分散させて糸始末をしていきます。でいつもお見せしてるんですけど、こちら側できてない方で、まあ、これでも十分可愛いと思うんですけど、この中側を引き抜いていくことでここはすっきり見えるし、で持ち手がしっかり編めるんですね。なんでおすすめしています。でこの糸始末するところを全部して仕上げていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして仕上げてきました。でこれで、まあ、こちらもねいつものように裏をお見せしてるんですけど、可愛いので編み地を崩さないようにして糸始末してきてました。こちらでも使えますよね。で表に返してサイズを測っていきます。はい、こんな感じで表に返してきたのでサイズを測っていきます。でここ一段細編みしてるのでここから測っていこうと思います。だいたい深さが
20センチぐらいですね。で、横幅を測っていきます。まちは測ってると思うので、横幅を測って27センチぐらいで、上のところでだいたい 29.5 センチぐらい、まちでこの中を測っていきます。だいたい肩からはかけれないかなと思うんですけど、だいたい36センチぐらいで、持ち手が2センチぐらいになっています。で、こちらの糸は2玉とこれぐらい、3玉あれば作れるかなっていうところ、何か参考にしてみてください。すごくね、簡単に作れて、凝ったように見える編み方なので、すごくおすすめです。可愛いですよね。色の入れ方によってもだいぶ雰囲気変わると思うので、細編みの編み方とこちらの中長編みの編み方、こんな感じで色の入り方もちょっと変わってて面白いかなと思います。いろんな色でいろんな大きさで編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。